大人電話相談室。ラジオネームトワさん、27歳男性の方からです。クリスマスを前に全く股間が役立たなくなってしまいました。それなりに女子にモテてきた人生でしたが、がっかりさせると思って女の子をデートに誘えません。股間を奮い立たせるにはどうすればいいのか悩んでいます。はい、ということでございまして、お電話がつながっております。トワくんです。もしもし。はい、もしもし。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、まだ27歳やろ。そうですね。でも若い頃からも、女性にはモテてたんですか。そうですね、女の子にはそんなに苦労したことはないかなとは思ってます。不自由したことはないねんね、はい、それがちょっと待って、27歳でいつ頃から元気にならなくなったんや。去年の、1年ぐらい前から、ね、1年ぐらい前から。ほう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 。はい、それ何かきっかけあんの。きっかけはもう全く分かんないです。いきなりもう元気なくなったというか、立たなくなったっていう感じです。それは何、女の子の目の前で女の子とイチャイチャしてんのに、はい、急になんかあれって感じになった。そうですね、前まではそのイチャイチャとかしてるとだんだんうん、そそり立っていくというか、そそり立っていくは芯が、芯が入るって感じやな。そうですね、はい、そそり立つ、はい、羨ましいな、そそり立ちたいわ。20代やから懐かしいな。懐かしいわ、20代はそそり立つね。話やねん、クリスマスイブに、ね、もうなんか普通に立つって言うんだけど、おっさんらはな、若い子はそそり立つね。もうへ、羨ましいわ。でそれがなんか急にダメになっちゃった、はい、1年ぐらい前から。そうですね、もうそそり立つ気配もなく、そのまま戦う準備を諦めたような状態になっちゃった。でも向こうの女の子が股間触ったりとかしてくるやろ、そそり立たすために。はい、それもあかんのか。そうなんです、全く全然反応しなくて、たまにそのちょっと元気になる、その、うん、触ってる時とかは元気になったりとかするんですけども、はい、その行為がそうですね、終わっちゃって触らなくなるっていう、はい、もう瞬間ですね。もうその時にはもうしおれてたりとか、なんか中折れみたいな感じになって、中折れになってんねや。はい、戻っても触られなく、その触られてるその時間は、時間はまあなんとか頑張ってんねんけど、はい、いざ自分が挿入しようとしたらもうなんかぐにゃっとなって、 そそりたちがそそり落ちになるわけや、ね、はい。若いのにな。ってことはその1年ぐらい前からそうなってからずっとなんかもう今までうまいこといけへんの。そうですね、もううまいこと全然いかなくなってて、うん、前までのその高校の時とかであれば毎日、うん、そのもう一人で女にとかできたぐらいとか、うん、毎日エッチとかできるぐらいだったんですけど、うん、今はもう2週間に1回ぐらい、うん、1人で女、オナニーとかして1人エッチ、はい、はいはい、1人エッチは立つねやろ。そうですね、頑張ってっていう感じです。今までっていうか、まあ、うん、そうですね、出さないと体に良くないっていうのを結構テレビとかで見てたので、はい、仕方なくちょっと体のために出すっていうような。あ、ちょっとあれちゃうか、エッチに興味なくなってんのちゃうか。そうなんですか。はい、なんかね、こうなんていうのな、ほんまにわ、はい、この女の子俺をそそり立たせるわっていうことを知ってないんじゃない。今多分それもあるかもしれないですね。うん、なんかこう、いやこれこうこのことエッチしてっていうのが、せんと今までなんとなくモテてきたから惰性でしてたんちゃうか、なんとなく。そうなんですかね。その時にそれで若い時は普通に立ってたんで気づかなかったけど、うん、気づかなかった。早いよ、26ぐらいでそんなやつなかなか少ないからね、うん、はい、はい、だ今なんか逆に言うと女の子と、雰囲気になってもちょっと不安やろ。もうもう不安ですね。なんかもう私のこと好きじゃないんかなって思われちゃったり、 そんなことないのに、はい、はい、そういうことを思わせちゃうのがちょっと嫌で、はい、ご飯とかは行くとかがあっても、もう、そういうふうなエッチするかなみたいな感じではないように。う、ね、逆に言うと今紳士になってんねんな。そうですね、まあ普通に終電とかで
帰っちゃったりとか、向こうの女の子もちょっと拍子抜けしてるかもしれんな、この子見かけ倒しやわとか、なんか意外といい人かもしれんとか思われてるかもしれん。好感度上がりますよね。好感度は上がるかもしれんけど、どうなんやろな、なんかそれさ、薬とか飲んだことないの？あの薬とかもちょっと考えたんですけども、うん、あの薬が あんまりなんか飲むとそれないともう免疫みたいにできちゃって立たなくなるっていうのも聞いたりとか、はいはい、あとはいろんなこと、いろんなこと言われとんな、はい、はい、あとはなんかあの薬とか飲むときは30分前とか、その行為する30分前とかに飲んでくださいとか、はいはい、処方があるんで、やっぱり個人的にはその30分前とかその時間通りに、はいはい、わかるわかる、それぐらいうまくいくとかってないので、そんなうまいことな、うまいことないと思う。ご飯食べながら途中でちょっと待って30分前やしってそれは嫌やな、あ難しいし、あのね、でもね、とわくんね、まあ、これね、はい、まあ、いろんな人が経験でいくとね、一度ね、はい、本当にあの ED の薬をね、はい、飲んだ方がええよ。あれですかね、免疫とかできて、いや、あの違う、今ね、違うね、はい、免疫とかじゃなくて、あのね、立たないっていう恐怖の方が精神的にやばいから、はい、もう多分ね、これ若くして君ね、はい、立たない恐怖症になってるよ。だからこれどっかでガツンと薬でも使っても何でもええから、はい、女の子とエッチするとまた普通に戻ると思うねんけど、若いから、はい、ところがこれほったらかしにしといて、なんかもうガツンっていうのも来なかったら、はい、また今度仲折れしたらどうしようとか、うん、っていう風な不安の方が大きいから、はい、男の股間っていうのはもう本当ナイーブやから、女の子が思ってる以上にナイーブやから、へー、だからこれどっかで自信持ってやらないとあかんねん、はい、だからもうこれは一度限りでいいけど、大丈夫で一回ガツンとエッチできたら、はい、間違いなくまた元に戻るって、若いから、はい、だから一度薬飲んで ED の薬飲んで、はい、あの ED の薬なんかでもいろんな種類があってね、はい、あなたにおすすめするのは30時間っていうのがあるわ。30時間、飲んだ瞬間から、つまり飲んだ瞬間から30時間の間は薬の効果が高い、はい、だから例えば今日女の子とデートするとなるやんか、はい、ご飯食べる前にも飲んでいっとくね。え、でも市販で売ってるんですか？いや売ってない、これは医者行って処方してもらわなあかんけど。あ、でもレストラン、何がレストランでもずっと興奮するってことですか？いやいや、これがじゃあね、あのね、もうだから嫌やね、この女の中途半端な知識腹立つね、これ自分もちょっとそう思ってました。いや思ったやろ、違うね、はい、これはそれでやっててもなんかちょっとね、はい、なんかあった時にあエッチしたいなと思ったら立つけど、はい、普通に飯食ってそういう気持ちにならなかったらそんな立たないよ。へ、みんなね、みんな間違ってんねん、みんなバイアグラとか飲んだら、うん、もうそそり立って、はい、そそり立ってうわ大変やと思ってる人多いねんけど、実はそんな薬じゃないねん、必要な時だけ立つねん。すごい薬だから、あの例えば東亜君が行くやんか、例えばデートするやん、はい、デートして例えばその薬を飲んでいくやんか、はい、でその雰囲気にならなかったらチンチンガツンとけえへんねん、はい、普通に飯食ってても大丈夫やねん、はい、ほんでそういう雰囲気だったらガツンと来はんねん、そんなもんお前飲んだ瞬間から注いだったままずっと入ったらしんどいやろしんどい、お前それも30時間そんなことあってみ、クラクラするわ、頭にチーマーランと逆に倒れるわ、倒れた瞬間にお前股間だけ一気に立ってて倒れてるってどういうやつやねん救急車呼んでも恥ずかしいやろなんで倒れてるの、トワ君でもチンチン元気やでこいつ恥ずかしいや、余計恥ずかしいやそういう薬じゃない、だからそれちゃんと医者行ったらもう普通に処方してくれるから、教えてくれるでしょう、ね、ほんで普通にね、一回だけそれもし30時間のやつ飲んだら、はい、それで多分その女の子今日デートしてエッチしたら多分ね、もう飲まなくていいと思う、当分は、はい、できたことで自信戻るから、俺できてるやんと思うから、そうだからお守りや、お守りいやほんまにそれでね、また元に戻ると思うよ。大事なのは今、大事なのはもう1年もそんな状態になってるってことは、どっかで一回ガツンとせなあかんねん、うん、そうすると多分君の自信が戻っても薬なくても大丈夫って思えるわ。はい、だからこれあの、なんかの時に、なんかいっぺん人間って細かい失敗してしもった時にそれずっとトラウマになって、はい、トラウマになるとチンチンとか絶対元気にならないよ、はい、
ほんま。そうなの。あ、また次も立たないわとか、あ、ダメや、はい、この子でもダメやわとか、そんなばっかり、そっちの方に頭いくから、頭いくから前みたいにナチュラルにいかないから余計あかんねんて。あの、本当この感じなんだ、3、4回連続で。あ、そうやろ、もうだからこれ ね、はい、ね、悪循環、悪循環。これ悪循環、これはもう一遍、はい、簡単に今どこでも普通にあのバイアグラとか泌尿器科とかでも普通にあの処方してくれるから、はい、それでもうお医者さんに説明してこんなんで立たないんです、じゃあバイアグラ飲んでみたらわとかってあっさり言われるから、はい、それも買って帰って普通に処方してもらって、特にあのすいませんラジオで聞いたんですけど30時間いるんですよ僕はって言ってたらね。分かるんですよ、分かる、そこでなんかいちいちさ先生もなんで30時間いんねんとか聞けへんって聞けへんって悩みだけ言うといたら、こうなんですよって言ったら、それ大概今なんかもうバイアグラ普通になってるから、うん、はいはい、はい、あ、若いのにそういうことがあったらじゃあこれ飲んできってあっさり言うと思うから、一度飲んでみて、一度多分自信取り戻してちゃんとエッチできたら多分それから普通に戻ると思うで、若いから、うん、何回か続いちゃってるから、もう今はもうトラウマになってて繊細な、どん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 繊細になって、だって女の子とデートしてても今日エッチしようと思ってる、でも立てんかったどうしよう、またどうしようとか思ってるやろ、思ってると余計立たなくなるからね、はい、立たぬものは立たぬっていうことです。余計なこと考えたら立たんねんから、はい、そうです、だから注い立つためにも一回だけ薬の力をちょっと変えてみましょう、頑張ってみましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。頑張ってください。じゃあね、バイバイ。はい、ありがとうございます。